ライズのエース小宮山とミスターライズ勇気のプライドをかけた一戦。1ラウンドで KO して格の差をちょっと見せたかったんですけど、行かなきゃいけねんだよ。魂を揺さぶる死闘は判定決着となった。戦ってみて、まあ、やっぱり勇気選手はすごい選手だなって思いました。第3代スーパーフェザー級王者小宮山浩介、2010年10月以来3年間勝ち続け、現在12連勝中。この男のポテンシャルは計り知れない。やってみたい相手、やっぱり山本選手ですかね。 It's Showtime。 初代世界王者のセルジオ・ビール戦、この猛獣を下した一撃が世界を制した山本の圧倒的強さを物語る。いや、もうあれ見たらやっぱり試合したくなっちゃいますよね。同じ階級で並び立つ2人、どちらが強いのか、決着をつける時はやがて来るだろう。この無敵超人小宮山にあえて勝負を挑む男。昨年初代フェザー級王座を獲得し、その名を轟かせた兵庫の成り上がりチャンピオン一刀。新チャンピオンの初陣となった前回大会、必要なボディーブローでシルバーウルフの金城を悶絶地獄へと突き落とした。攻守に圧倒した一刀からは冷静さと不気味な怖さが漂う。とまずあのボディーは僕には通用しません。トップクラスの選手だったらみんなあれぐらいのパンチは正直打てると思ってるんで、一刀選手が僕に戦いを挑んできたってことは後悔させてやりますよ。頂点を極めた2つの魂が格闘技の聖地に降り立つ時、我々は何を目撃するのだろう。いや、お互いチャンピオン同士、どっちが強いか白黒つけよう。どうだ。スーパーファイト小宮山浩介 VS イット。